目指せコンパクトシティ東戸塚。こんばんは、東戸塚まちづくり開発委員会事務局の藤吉祥子です。ここからの時間は目指せコンパクトシティ東戸塚。この番組では東戸塚の街はどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そして街づくりとはどのように進んでいくのか、より良い街づくりを目指して東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していきます。モレラ東戸塚スタジオから生放送でお届けしています。皆さん、街づくり情報をお送りしていきますので、1時間の間最後までお付き合いくださいね。それでは今日の目指せコンパクトシティ東戸塚、オープニングナンバーをお聞きください。ボーイズタウンギャングで君の瞳に恋してる。君の瞳に恋してるでした。目指せコンパクトシティ東戸塚、生放送でモレラ東戸塚スタジオからお送りしています。ここで FM 戸塚を聞いてくれているリスナーの皆さんにお願いです。 FM 戸塚のホームページにはできるだけ詳しい番組の予告を掲載しています。お気に入りのコーナーやパーソナリティを見つけてトークを楽しんだり、放送を聞いて地域の最新情報をゲットしてくださいね。それから FM 戸塚の番組はパソコンやスマートフォンでも聞くことができますよ。ホームページにアプリのダウンロードやパソコンで聞く方法を紹介しています。災害時にもお役立ちになります。ぜひアプリをダウンロードしてください。また番組へのメッセージやリクエストはホームページのリクエストフォームから、またアドレス fm@fm-totsuka.com、mail@fm-totsuka.com までお寄せくださいね。はい、目指せコンパクトシティ東戸塚、モレラ東戸塚のスタジオから生放送でお届けしています。ここで先週のおさらいをしたいと思います。はい、10月がスタートしたということで、東戸塚まちづくり開発委員会とはということをちょっとお話をさせていただきました。東戸塚まちづくり開発委員会はJR 東戸塚駅の周辺地域のまちづくりを推進する地元の組織です。昭和56年、西暦で言いますと1981年に設立しました。平成29年、2017年には東戸塚まちづくり開発委員会と名称を変更しました。変更する前はですね、東戸塚駅周辺まちづくり開発委員会でした。はい、2016年にはまちづくりの推進エリアを 1.5km、 東戸塚駅を中心として 1.5km として定め、その連合町内会の会長の皆様を理事として迎えました。幅広い皆様からの率直な意見を伺い、それをまちづくりに反映するため各種の会合や勉強会を定期的に実施しています。東戸塚駅周辺地域の区画整理事業終了後のまちづくりを推進してきたわけですけれども、また対象地域に新たに建築をする際には委員会が横浜市に代わってまちづくりの協議を行っているという話もしました。例えばですね、新しい建物を建てるときに壁面交代2メートルお願いします、壁面交代と歩道上空地を設けてくださいというような協議をしているんですね。これまで600件以上の協議を実施してまいりました。ということで、この東戸塚駅の周辺の街はとても整然としていて綺麗に整っているわけです。はい、このように東戸塚まちづくり開発委員会は区画整理事業終了後の東戸塚駅の周辺のまちづくりを推進してきました。今後のまちづくりについては地域の町内会を含め
地域住民からの意見を聴取した内容をまちづくり基本構想として取りまとめています。住んでいてよかったと思える街、多世代が交流する活力ある街を作るためにまちづくりの基本的な方向性を示すものと位置づけ、このまちづくり基本構想が制定されたわけですけれども、エリアの状況変化や社会経済情勢の変化等に柔軟に対応を図りながら今後もまちづくりを推進してまいります。はい、これらすべてまちづくりの方針は東戸塚まちづくり憲章に基づいています。この東戸塚まちづくり憲章は皆さんコンパクトシティ東戸塚まちづくりマナーブックをぜひご覧ください。モレラのラックに置いてありますのでぜひご覧になってください。ということで、これからも東戸塚まちづくり開発委員会は持続可能なまちづくりに皆さんのご意見を生かしながら取り組んでまいります。ということで、先週をのおさらいを終えますので、ここで1曲をお届けします。ビリー・ジョエルでオーネスティ、お聴きください。ビリー・ジョエルでオーネスティでした。して東戸塚のまちづくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。ここからの時間は定番のぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナーです。東戸塚まちづくり開発委員会の組織は東戸塚駅を中心として 1.5km 圏内の連合町内会の会長の皆さんが理事でいらっしゃるのですが、まちづくり推進エリアの地域で活躍される皆さんのご出演で地域の概要や特性をご紹介したり、ぐるぐる巡ってその土地その土地にまつわるトピックスをお届けするコーナーです。本日は戸塚区の最北端に位置し、戸塚区那瀬町川上町の緑豊かな地域となる那瀬連合町内会から戸塚ガーデン自治会保健活動推進委員会前会長の渡辺努さんにご出演いただきます。渡辺さん、こんばんは、よろしくお願いします。はい、渡辺努です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。渡辺さんは那瀬地区で保健活動推進委員会の前会長でいらっしゃったということなんですが、はい、町内会活動を推進される中で、とても特色のある取り組みをされていると伺っています。まずは自己紹介も含めてお話をしていただけますでしょうか。はい、私はですね、那瀬連合町内会では横浜市保健活動推進員の那瀬地区の会長を今年の3月まで5年間務めました。はい、横浜市保健活動推進会とは、はい、戸塚区長から委嘱され、はい、地域の健康づくりの推進を目的に戸塚区18地区に260人ぐらいいる組織です。あ、そうですか。はい、で、私は歯科技工士ですが、まあ、最後に勤務した東京医科歯科大学病院では歯科売店店長に命じられて、オーラルケア商品に非常に詳しくなりまして、はい、実感展示ということを編み出してですね、歯の健康活動とかマスコミも取り上げていただき、講演会もしてきました。そうですか。はい、で、腹話術のきっかけはですね、11年前に、はい、箱根駅伝で有名な青山学院で、うん、はい、英語だけのですね、コミュニケーション講座があったんですよ。はい、ああ、そうですか。その時に知り合った人が腹話術師の女性で、はい、その方から3年習いで、戸塚に来てからは武蔵小杉にある腹話術の会絆に入会して、はい、現在は幹事をしています。幹事をされ、はい、で、昨年の3月にはですね、日本腹話術普及協会公認インストラクターを取得して、師匠であるプロの腹話術師白谷守代表とさまざまな活動をしています。はい、で、芸名はですね、眉毛の渡辺と言います。あ、はい、この腹話術を生かして、まあ、那瀬地区の保健活動推進の
地域の口腔ケアの講演とか、コロナ禍でもかなり活動をしてきました。ああそうですか、積極的にいろいろ活動されているんですね。あのね、教会の公認インストラクターということも、ああ素晴らしいですね。戸塚区にこんな方がいらっしゃるということで、眉毛の渡辺さんは主に那瀬地区で腹話術を通じて地域交流のために取り組んでいらっしゃるとお聞きしていますが、渡辺さんにとってこの腹話術とはというお話をしていただけますでしょうか。はい、ですね、私の考える腹話術とは、はい、まあ、師匠の城谷代表と同じですが、はい、一つ目は話す内容が楽しいこと、で二つ目が観客と交流ができること、はい、で三番目がその人らしさを生かす芸だと思うんです。そうですか、はい、それでね、あの腹話術っていうのは日本はプロが30人弱、はい、アマチュアを含めて6000人ぐらいで、はっきり言って絶滅危惧種の分野ですね。はい、でこのコロナ禍で活動の機会が極端に減ってしまいまして、今は非常に深刻な状態です。そうですね。で私の考える腹話術とは、腹話芸、はい、幸福の腹に人との輪、それでつながる芸だと信じています。はい、そして一般の演劇とは違いまして、はい、一人でできる芸、はい、そして対象がですね、0歳から100歳まで楽しむ芸だと考えています。はい、であのプロを目指すわけではないので、はい、人形も高価な、まあ、10万円ぐらいするんですけども、そういうもんじゃなくてですね、はい、柔らかいソフトの手袋とか鍋つかみでもできます。なるほど、はい、でどうも腹話術はどうもプロの人がやる芸だとか、人形が高いんじゃないかというイメージがありますけども、安価な人形もありますので、これ自由にしてもいいと思います。そうですか。そしてあの人形を通して喋ることで言いにくいことも伝えられることができます。なるほど、はい、で私はですね、腹話術の最大の魅力は、人前で演じて褒められる嬉しさだと思います。ある程度年を取るとですね、はい、日常では褒められるって機会はめったにありません。褒めてほしいですもんね。そうですね。で私はなんとか戸塚で、戸塚って腹話術が盛んだねって言われるようにしていきたいと考えています。いいですね、はい、まあ、そういうふうに戸塚って腹話術が盛んだねと言われるようにということを目指している眉毛の渡辺さんなんですけれども、渡辺さんは地域の交流についてもいろいろ具体的に活動されているということなんですが、具体的にどんな取り組みをされているんでしょうか。はい、あの那瀬地区のですね、保健活動推進として、はい、まあ、私の専門である健康腹話術、はいはい、健康な健に口ですね、そうですね、はい、この講演活動をしてきました。はい、それで腹話術はですね、一瞬の笑いでだけでなく感動もあるんですよ。はい、それで社会性のテーマもして、実はねこんなことがありました。はい、2020年1月8日のコロナ前の川上町の老人ホームで演じたことは今でも感動に残っています。はい、この時のテーマはですね、はい、長崎原爆の焼き場に立つ少年で、はい、一昨年来日したローマ法王が配布した写真で、はい、息絶えた弟を背負って火葬を待つ少年の姿なんです。はい、でこの話を、まあ、腹話術でやったんですけど、はい、40人ぐらいいましたかね、一番前のおばあちゃんが大泣きしていました。はい、それであまり泣いてんで聞いてみると、はい、長崎出身だって言うんですよ。それで、はい、この写真を渡したら今度は抱きしめて話さないんですよね。はい、それでね再度聞いてみると、なんと長崎原爆の被爆者でした。ああそうだったんですね。でおばあちゃんの言葉です、これおばあちゃんの言葉ですよ、私は原爆が落ちた後いくつもの死体の山を踏みつけて逃げ回りました。今でもうめき声が耳に残っています。暑い暑い、水をくれ、水、水、水。このねトラウマの言葉には衝撃を受けました。はい、ここには7、8回行きましたけども、この戸塚で被爆者のおばあちゃんに会うのはなんか偶然でないような気がしています。うん、そうですね、これは実際にあった話です。はい、
それで8月22日には戸塚区民活動センターで開催した、はい、戸塚で腹話術を始めませんかには12名の方が参加しました。まあ、コロナ禍でも何かをやりたい人が多く、はい、今こそやらなくてはいけないと思いました。はい、また戸塚でも誰もが楽しめる腹話術の会絆の横浜戸塚支部の開設も進めています。そうなんですね。腹話術は自分の個性を生かしてナンバーワンでなくオンリーワンにすれば私は素晴らしい芸だと思います。なるほどですね。まあ、ちょっと今ね感動してしまいましたけれども、私も渡辺さんに写真をね見せていただきました。長崎のねおばあちゃんのお話とても胸に残っています。それからねこれからこういうコロナ禍であるけれども、いろいろ区民活動センターでこう講演会をね行ったり、これからちょっと前向きに進もうという渡辺さんなんですが、まあ、いろいろ大活躍ですね。で、まあ、まだいろいろ話を伺いたいので、このあと1曲挟んで、またご出演をお願いします。渡辺さん、ここで今日は渡辺さんからのリクエスト曲、はい、聞いてるんですが、渡辺さんの方からちょっと、はい、どうしてこの曲を選んだかっていうことをご紹介してもらってもいいでしょうか。わかりました、はい、世界に一つだけの花スマップですね、はい、でこの歌の詩の中にやる誰が一番なんて争うこともしないでバケツの中を誇らしげにシャンと胸を張ってる、で一人一人違う種を持つ、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいいって言って、はいまあ、どんな場所でもですね、はい、誇らしげに咲けば私はいいと思うんですよ。そうですね、うん、それが大事だと思うんですよね、はい、でそれでこの曲が大好きです。そうですか。ということで渡辺さんからのリクエスト曲をお届けしたいと思います。スマップで世界に一つだけの花、お聴きください。眉毛の渡辺さんからのリクエストでお送りしました。誰が一番だなんて争うこともしないでバケツの中で誇らしげにシャンと胸を張っている、一人一人違う種を持つ、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい、ということでスマップで世界に一つだけの花をお送りしました。東戸塚まちづくり開発委員会の組織は東戸塚駅を中心で中心として 1.5km 圏内の連合町内会の会長の皆さんが理事でいらっしゃるのですが、まちづくり推進エリアの地域で活躍される皆さんのご出演で地域の概要や特性をご紹介したり、ぐるぐる巡ってその土地その土地にまつわるトピックスをお届けするコーナー、ぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナーをお送りしています。本日は戸塚区の最北端に位置し、戸塚区那瀬町川上町の緑豊かな地域となる那瀬連合町内会から戸塚ガーデン自治会保健活動推進委員会前会長の渡辺努さんにご出演いただいています。先ほどに続いて渡辺さん、またまたよろしくお願いします。はい、わかりました。はい、先ほどは眉毛の渡辺さんは腹話術を通じて地域交流のために様々な取り組みをされているとお話をいただきました。保健活動推進委員として健康腹話術、健康の健に口と書いて健康と読んで健康腹話術を仲間の皆さんと一緒に取り組んでこられたお話をしていただきました。例えば老人ホーム、介護施設ですね、また川上町のグリーンワーフ東戸塚での公演、那瀬ケアプラザ、また南戸塚ケアプラザの公演、8月に開催した戸塚区民活動センターでの戸塚で腹話術を始めませんかなどご紹介いただきました。このような活動には渡辺さんのどんな思いが込められていらっしゃるのかお聞きしていきたいと思います。はい、はい、最終的な 目標としては、はい、この戸塚区で誰もができる腹話術を普及させることです。できればですね、はい、戸塚で発表会をどんな形でも来年
開催したいと考えています。来年ですね。はい、そんな、ね、あの戸塚区で腹話術が普及すれば良いと思われるの理由はどうしてなんでしょう。渡辺さんが強い思いがありましたら教えてください。はい、まずはですね、はい、人が健全であるために笑うということが必要ですよね。で、動物は笑いません。そうなんですよね、はい、そして大事なのはその笑いはよくあの漫才で裸になったり相手を叩く笑いではなく、うんうん、はい、健康的な笑いであることが必要だと思います。はい、腹話術はですね、最近の子どもたちは見たこともありませんのでまず見せたいのです。うん、そうですね、はい、確かにあのゲームとか SNS が盛んな時代ですが、アナログ的な交通安全の腹話術だけではなく、はい、今の時代に合うように変えていきたいと考えています。はい、話題は今の出来事とか、うん、自分の健康問題、はい、そして地域に伝わる昔話を演じていくのも新しくて良いんじゃないかなって考えています。はい、うん、でね、前向きに考えていけばきっと相手は浮かぶと思います。様々アイデアね。はい、そうですね、藤井さん、続いてですね、はい、私あの東京出身なんですが、はい、横浜の魅力を感じることが時々あります。あ、どんなところでしょうか。あの神奈川県の人は出身地はどこですかっていうと必ず地名で返事します。はい、横浜です、藤沢です、川崎ですと。はい、神奈川県出身とは言いません。そうですね、それだけ地域を多分愛してると思うんですよね。それとすごいのは、はい、他県とは喧嘩をしません。はい、で関東1都6県では誰もが認める東京に続く神奈川はナンバー2なのに、はい、1位になろうとはしていません。はい、3位でも4位でもいいんです。はい、自分は自分、人は人、それだけ地元愛が強くさっぱりした人が多いような気がします。なるほど。だからこそ戸塚には地元愛が強く持っている人が多くいますので、絶滅しそうな腹話術の普及ができるような気がしています。あ、そうなんです ね、なんか渡辺さん前にお話しした時に横浜に移り住んで、ね、はい、あの横浜っていいねっていう話を、ね、電話でしたことありますけれども、はい、あの本当に地元愛持った方が多いということで、そんな戸塚でね、あの腹話術が普及されるんじゃないかっていうお考えなんですね。そうですね、はい、まあ、ちょっとまだまだお話伺っていきたいのですが、渡辺さんから今後の活動について告知していただけますか。はい、ですね、8月22日に東戸塚近くの戸塚区民活動センターで開催した、はい、戸塚で腹話術を始めませんかが好評のために、うん、今月ですね、10月29日金曜日、はい、14時から16時に開催します。はい、前回開催しましたらコロナ禍でも何かをやりたいって人がなんか多くいたような気がしました。ですか。また人数制限もありご参加できない方もいらっしゃいましたので、はい、2回目を開催することにしました。はい、で今回もですね、腹話術上演回数日本一の汁谷守先生もゲストに参加します。すごい。緊急事態も解除されて募集は増員して10名から15名になりました。そうです、無料です。そうですか。8月22日ね、あの夏の終わりの頃に開催されて、コロナ禍でもなんとか、ね、できたっておっしゃってましたもんね。であのやはりその参加された方々の顔を見たらやっぱり何かやりたいっていうことを感じたって渡辺さんおっしゃってたんで、これからどんどん前向きに、まあ、気をつけながらではありますけれども、ね、あのできていったらいいですね。そうですね、10月29日金曜日、はい、午後2時から午後4時まで、はい、戸塚区民活動センターで開催するということで、今あの募集中ですか。はい、そうですね、今半分ぐらい集まってます。そうですか。どうすれば参加できるんでしょうか。戸塚区民活動センターにチラシがありますから、そこに私の連絡先がありますので連絡していただければ、
そうですか。やっぱり人数に限りありますんでね、やっぱり連絡を受けないとなかなかちょっと難しいと思いますので、はい、そうですね。腹話術の、まあ、あの白谷先生もゲストで参加されるということで、はい、すごい有名な、ね、日本一の方ですのでね。そうですね、腹話術やってて、まあ、白谷先生知らない人はいないですからね。そうですね、まあ、白谷先生のいろいろとあの渡辺さんはあの受け継いでいらっしゃるんですよね。はい、そうですか。とっても嬉しいニュースでしたけれども、FM 戸塚でも取材に伺いたいと思ってます。はい、様子をね、11月2日の火曜日にこの様子をお届けできると思いますので、はい、はい、楽しみにしていてください。よろしくお願いします。私も楽しみにしています。はい、そして、まだまだお話しいただきたいんですが、最後に渡辺さんから一言リスナーの皆さんに向けてお願いいたします。はい、ですね、腹話術といえばプロの一国土さんのようなプロの芸を思い浮かべる方が多いと思いますが、はい、私はカラオケの歌のように実は誰でも楽しむことができるものと考えています。はい、そしてその人の個性を生かすのが腹話術だと思っています。はい、で10月29日金曜日14時から、はい、東戸塚の戸塚区民活動センターでの初心者講座にはぜひご参加ください。そうですね、はい、それでですね、例えば人形のことパペットって言うんですけども、ね、はい、人形は演者と対照的な声にします。うんうん、例えば人形の声は頭声、はい、頭の声って書いて頭声って言うんですね。はい、頭から突き抜けるような高い声ですね。はい、こうやってキャーっていう頭に突き抜ける声ですね。ちょっとあの腹話術渡辺さんやってみてもらっていいですか。うん、はい、じゃあ腹話術します。はい、それであの相棒は京くん、うん、昨日の京ですね。京が一番大事だって、ね、はい、京くんにしてるんですけども。なるほど、はい、いいですか。はい、お願いします。こんにちは、京くんです。眉毛の渡辺です。今何をしてんの。 FM トツカの藤吉翔子さんとお話ししてんだよ。翔子さん、はじめまして、京くんです。翔子さんは聞き上手だよ。渡辺はおしゃべりだけど。まあその通りだね。何の話。戸塚で腹話術を普及させるの。京くんも手伝うよ。お願いします。でも翔子さんの応援がないとダメだな。 FM 戸塚でも頑張ります。しっかりやれよ。わかりました。皆さんよろしくね。主役はあくまでも人形で、演者とあの漫才のようなボケとツッコミでやります。はい、こんなやり取りをしているのが腹話術ですね。です、まあ、どうかよろしくお願いします。渡辺よ、よろしく、よろしくね。はい、ありがとうございます。実演してくださいました。あの私もこんな間近で聞くのは初めてなんですけれども。なかなかないですね。いやー、ないですよ。で私のことも入れてくれて、とっても嬉しかったです。私、はい、本当に応援してますので。はい、よろしくお願いします。はい、頑張ってあの戸塚で腹話術を普及させていくプロジェクトに私も参加させてください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日は戸塚区那瀬町川上町の緑豊かな地域となる那瀬連合町内会から戸塚ガーデン自治会保健活動推進委員会の前会長であります渡辺努さんにご出演いただきました。渡辺さん、元気になるお話をありがとうございました。ありがとうございます。はい、最後に、もう一回だけ、実はリクエスト曲ね、この後あの渡辺さんからいただいてるんですけれども、はい、AKB48 の365日の紙飛行機、はい、この曲を選んでくださった理由は聞いてもいいですか。はいはい、あの歌詞の通りですね、はい、人生は紙飛行機、願いを乗せて飛んでいくよと、はい、で風の中を力の限りただ進むだけで、人は推進力だって、これが好きですね。それと、うん、その距離を競うよりもどう飛んだのか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだっていうフレーズが一番好きですね。それで選びました。ですか、あの深いですね。あの歌の歌詞ってちゃんとこう、ね、見るものですね。あのですね、とってもいいこと言ってますね。ただ進むだけじゃなくて、どう飛んだのか、どこを飛んだのか、ね、考えて生きていきたいと思います。
はい、渡辺さん今日は誠にありがとうございました、はい、どうもありがとうございます。またよろしくお願いいたします。またよろしくお願いします。ありがとうございました。目指せコンパクトシティ東戸塚、ここで1曲お届けしたいと思います。今日ご出演の渡辺努さん、眉毛の渡辺さんからのリクエスト曲です。 AKB48 で365日の紙飛行機、お聴きください。お送りした曲は AKB48 で365日の紙飛行機でした。より良い街づくりを目指して、東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。ここで東戸塚まちづくり開発委員会からのご報告です。東戸塚まちづくり開発委員会からイルミネーション企画、東戸塚ミュージックライトボランティア活動のご報告です。10月9日土曜日10時より東戸塚駅西口駅前広場にて、東戸塚ミュージックライトの LED ライトの設置、そして駅前広場の清掃、そしてお花の苗植えを行いました。当日はみんなで作るイルミネーションとして、近隣の企業の皆さん、そして学校関連のや地域の皆さんなど、およそ30名の方々のボランティア に参加していただきました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。はい、と LED ライトのね、ネットの設置はとてもハードでもあるので、男性の方にとても活躍していただきました。はい、短時間で手際よくやっていただいたんですね。ありがとうございます。そしてお花の苗なんですが、横浜市戸塚土木事務所から提供していただいたんですが、駅前広場の花壇のところに綺麗に植えられています。皆さんぜひ見に来てくださいね。今回は、秋のお花ということで、ストックやパンジー、なでしこなど植えたんですよ。この様子はですね、 FM 戸塚のホームページや東戸塚まちづくり開発委員会のホームページに掲載しています。お花の苗植えはですね、実は泉区にありますフラワー持田園の持田さんが指導してくれたんですね。当日はお子さんたちたくさん参加していただいたんですけれども、近隣の小学校でも指導しているという持田さんなので、とっても教え方が上手で、勉強になりまして、とっても綺麗に植えてもらいました。ぜひ見に来てください。そして東戸塚ミュージックライトは2015年より東戸塚まちづくり開発委員会がまちづくり活動の一環として開催した音楽と光と映像のコラボレーションイベントです。会場は JR 東戸塚駅西口の駅前広場一帯と、そしてモレラパーク、そして東口側ではリューブリッジ、7回目となるんですね。今年は7回目が開催されようとしています。東戸塚ミュージックライトはいよいよ10月31日日曜日から来年の2月14日のバレンタインデーまで、東戸塚にきらめきの波が押し寄せます。10万個以上ともなりました LED ライト、そしてモレラビジョン映像ですね、そして音楽が連動する毎時15分間のショータイム、そしてボランティアの皆さんが植えてくれた駅前広場の可愛いお花たちをぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ということで、東戸塚まちづくり開発委員会からのお知らせでした。ここで1曲お届けしたいと思います。 REO スピードワゴンで Can't Fight This Feeling、 お聴きください。83.7FM 戸塚。毎
毎週火曜日19時から生放送でお届けしている目指せコンパクトシティ東戸塚、お送りしてきました。来週のぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナーもトピックスをお届けしたいと思います。どんなお話が飛び出すでしょうか、お楽しみに。そして今日は那瀬地区からですね、眉毛の渡辺さんの腹話術の話をしていただきましたけれども、11月2日にはまた今度は10月29日の、腹話術の戸塚区民活動センターでの腹話術の講演会の、様子をまたお届けしますので、11月2日火曜日もまた聞いてくださいね。また皆さんぜひ東戸塚まちづくりマナーブックをお手元に取ってこの放送を聞いてください。コンパクトシティ東戸塚まちづくりマナーブックは FM 戸塚のスタジオやモレラ東戸塚フードモールのラックに設置してあります。はい、そしてこのマナーブックは東戸塚まちづくり開発委員会のホームページにも電子ブック型で掲載しています。はい、毎週火曜日19時から1時間の生放送でお届けする目指せコンパクトシティ東戸塚、お別れの時間が近づいてまいりました。はい、あ、それからですね、皆さん最後に今ちょうど東戸塚ミュージックライト10月31日から点灯しますというお話を届けてきましたけれども、今ちょうどモレラパークでいろいろとイルミネーションの設置が行われています。今もですねモレラパークのモチーフですね、雪の結晶とかバロック調のモチーフを設置してくれてます。このプロの職人さんがね設置してくれてんですね、本当にありがたいです。どうも、はい、ぜひ10月31日からの東戸塚ミュージックライトを楽しみにしていてください。